自分がご商売やられてる、事業やられてる会社、はい。法人持ちやったらね、今自分がやってる会社の枠の中っていうか、その業種の中、その商売の中でしか金が回せてない状況になってるんですよ。それはそれで回ってていいんやけども、利益も出てたら、それはそれでいいんやけども、そのなかなか新しい業態というか、違うところに投資して、新しい事業の道を開こうかって言っても、なかなかね、年齢的にはもうまったりね、そこまでやったってもうしんどいし、みたいな、また人使ったり、新しいプロダクトがなんかチーム組まなあかんし、しんどいよねと思ってる人多いと思うねんな、これみたいな。でも、やっぱりちょっと不安なんで安定させておきたいなっていうのがあるんですよね。で、家賃で収益上げる構造っていうのは人いらないんですよ。自分一外人でできるよね。注頼むって。で、修繕なんかも外注やしな、まあ、ボリュームが増えてくるとか、職人抱えたらええぐらいの話なんで、そんなになんていうかな、こう、気持ち的になんかこう、しんどいわっていう感じにはならないし、で、あと、まあ、自分が作り上げた、その会社本業を活用できるんですよ。その、要は、信用力ですわ。その会社の信用力を活用できるんですよね。なるほど、一石二鳥ってことですよね。朝8時10分ラスト。今日は何日かな。今日はですね、今日も73日月のかな。11日ですね。ちょっとこの、3日4日、4、5日かな。4、5日ちょっとまあ、世界的には、ちょっとまあ、おとなしいというか、静かというか、前の前回の動画で、ちょっと話、前回のあれで話したけど、ちょっと、愛ちゃん編集かけてたから、入ってなかったけど、言ってたほら、ロシアの、僕の釣り友達の牧師な、牧師。あそこの話ね。ディマさん、ビーの話だっけ？ディマさんっていう人な。で、こいつね、俺何回、4回か5回一緒に釣り行ったかな。イエメン、あ、違う、オマーン、タンザニア、トラック、あとマダガスカル。かな4回、もう1回とか、なんかな、4回か5回ぐらい一緒に釣り行ってんのよな。で、この牧師ね、面白いよ、自家用ジェットで来んのよな、いつもな。そうなんですね。こいつ、ピンク色のな、ピンク色のボーイングで 飛んでくんのよ、こいつ、いつもな。まあ、ちょっとこの間話したのは、ちょっと聞きたいことがあってね、そうです電話。ね、言ってましたよね。それは、話的にあれだったんであれですけど、電話して話してんけど、なんか俺の聞きたいこと全く無視で、ひたすら釣りの話釣りばっのかり。話ばっかりしてる、一方的にね。一方的にな、釣りの話終わってしまう。言っていい話でしたね。そうですね。松田に次、今度どこ行くねんみたいな。なんかそんな話ばっかりして終わってんけど、で、昨日か、おとついちょっとまた向こうから連絡あったから、そうなんだ。あれから変化があったんですね。ちゃんとした変化が。向こうから連絡があったから、今度、この秋、10月ぐらいか、一緒にマルケサス行こう。マルケサスっていうのは、いわゆるフレンチポリネシアですよ。タヒおチー。うん。から、まあ、船、タヒチからセスナとかな、ちっちゃい飛行機で飛んだりとか、船でずっと、じまじま回ってくるんやけど、前は。で、行こうかっていうような話しててんけど、誘われたら。でね、ちょっとその中で面白いこと言ったな、松田に、ドイツ銀行がもう潰れるぞ、みたいなこと言って。面白い。ドイツ銀行が潰れちゃうんですか？そうですか？ネタ出てきたな、思って、ちょっとみんなに、俺のチャンネルなんて見てるとね、視聴者、毎回100何ぼとか200何ぼとか、そんなんやけど、このネタ、すごいネタなんやけどな、ある意味。もうドイツ銀行いよいよ。逆にドイツ銀行が潰れるって、まさかそうなんですか？そっちの方が驚きですわ。まあまあ、これ、へえ。話半分で聞いてもらったらいいんやけどね。仮にね、ドイツ銀行が破綻っていうことになってくるとな、仮にですよ、仮に。話半分でな、これ、仮にそんなことになると、この間、クレディ・スイス買収した、引き受けた UBS か、ああいうのも連鎖破綻ですよ、スイスも。マジで。あららら。だからね、これね、俺、話半分で聞いとってくれたらええねんけど、まんざらでもないと思ってるんですよ。だから、なるほど。アメリカ、
アメリカからよりヨーロッパから、ヨーロッパ初の強行なんかなってちょっと見てる。なるほどね。うん。まあだから逆に、ドイツ銀行云々っていうのは別にいい人だろうかな、はい。が崩れていくような形になってきたからな。なるほど。うん。まあ、いわゆる金融の本拠地ですわな。本拠地、なるほど。うん。だから、まあまあ、その、まあまあ、まあ、金融以外にもそのダボスとかな。ダボスとか、はい、ああいうのも含めても、すべての中心地っていうかな。まあ、ああいう国際金融資本っていうか、金で世界を動かしてる人たちの本拠地がスイス、はい、で、その実行部隊っていうのが、イギリスのシティであったりとか、アメリカのウォール。なるほどね。そういうような感じなんで、まあ、司令塔っていうのはスイスなんですよ。で、まあ、うん、あそこが、その総本山がガタっていくっていうことは、多分これ、欧州発の金融危機っていうことになってくるのかなと。うん、まあ、まあ話半分で聞いておいて、その、まあ、僕ちの言うことなんで、ただまあね、ボーイングの旅客機、ピンク色の旅客機乗ってくる僕ぐらい、ぐらいの人ですからね、それは、あの、ぐらいの牧師であれば、それなりにお金も持ってるし、金融状況もよく理解できる。いやお金とか通貨じゃなくて、うん、それなりのネタは持ってる。ああ、情報量ね、そっちか、うん、なるほど。まあだから当然スイスの銀行なんかにもね、その口座を開設してた連中ですからね。まあまあね、情報もただまあロシア人なんで凍結されましたみたいな話ああ、凍結されちゃったんだ。そうですか。なるほど。あの、このこいつ、今さんじゃないけど、他のロシア人とも何人か喋ってるけど、多分怒っとったからな、やっぱりな。だってそこに通貨が入ってたんですもんね。それ凍結されたんですもんね。外貨よ、だからユーロとかドルとかよ。が入ってね。うん、だからユーロ、プーチンが言っとったよな、4年、5年ぐらい前から国民にね、もうそのみんな、そのユーロ、ドルは持つなと。あれ何年前かな ?5 年ぐらい前かな、うん、?4 年ぐらい前かな、うん、ゴールド買っとけって国民に言っとったからな、しきりに。うん、あれが、全部凍結されたみたいなな。まあ逆にね、国外の、まあロシアからすれば国外の企業のドル、ユーロは凍結したったって形やからな。うん、もう引き出されんようにしたって形やからな。こっちみたいな話やけどな。うん、でまあウクライナはもうほぼ前回のとかでも言ったように完全に全滅ですよね。でこの間昨日おとついかな、なんかアメリカがクラスター爆弾をロシアにクラスター爆弾を送るみたいなこと言うとったから、はあはあ、バイデン全部その罪はなすりつけんねやろけどな。クラスター爆弾って結局その大量破壊兵器っていうか、そのあれですよ、はい、その不発弾が、はいはい、たくさん不発弾が仕込まれとって、それがね、その不発弾が残んのよ、その土地に、それを困ってると。だから一般民間人が死んでいくってことじゃない、歩いとったら地雷みたいな形になるからな。なるほど。そんなもんもこうさ持ち出して、ウクライナに持ち出すってことは、まあ、アメリカはもう武器がないってこと、これ最後の武器ってことですよ。だから、この動画では何回も言ってるけど、やっぱりロシアの狙い通りで、世界中の武器をウクライナに集めて、全部あそこで破壊してるって感じです。どこももうイギリスも武器ないって形になってるからな。はいはい、イギリスも武器ないよね。ドイツもない、ポーランドは最後にまあちょっと、出張ってきてるけどな、いつもの動画の通りで、まあまあ前に出てこれませんって、完全にその、ハゲ親父な、ロシアの、あの、施設軍のハゲ親父、ワグナか、あれと、あれ、まあ、あれが押さえつけてるって感じですよ、出てこられへんね。はいはい。うん。まあ、まあまあ、まあこれで、今月終わっちゃうんかな、多分、もう白旗でやと思いますよ、もう白旅ってことか、壊滅で。うん、でも使用中止を求める声も多いですよね。でもね、使用ネットの記事とか見ると使用中止を求める声とかでいろいろと使用するなとは言ってるけど、それでもやる強行、その爆弾ですね、クラスター爆弾とかはね、クラスター爆弾な、あんなあれやったらもう人道問題ですよ。一般民間人が死んでいくんですよ、歩いとったら地雷でぶっ飛ぶって形になるんで ね、だからまあ、アメリカってバイデンアメリカは本気沈むってことですよ。で、まあ、それは今日はちょっと忙しいんで、ネタが多すぎて。で、あと日本、あれか、
うん、官房副長官か。はい、あの人もえらいことになる、はい、文春か文春で暴かれて、えらいこと、えテレビでは全くやらんけどな。テレビで全くやらんと面白いですよ。いや面白いですね。全く出てないですよね。あ、産経がちょっと報道しだしたけどな、昨日ぐらい。それでもテレメディアでやらんっていうことは、ほんま図星ですよ。文春っていうことは、文春法っていうのはあれ、アメリカ大使館やから、後ろは。文春がネタ出してきたっていうことは、後ろにアメリカ大使館っていうことですから、一緒に吹っ飛ばすぞ、自民党、見とけよ。ずっとでしょ、これ。もうダメですよ、岸政権。もういよいよこの秋で崩壊ですよ。だからこういうね、スキャンダルネタいつもやられるんですよね。毎回。まあね、政権がこう。そうね。もう20年前とかな、そんな古いスキャンダルを掘り出してくるからな。うん、だから情報は溜まってるんでしょうね、いっぱいね、いろんなものをね。それが全部出てきてるって感じですよ。まあまあ、ええわ。で、今日の話いきましょうか。はい、はい。じゃあ、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっといつもと違って、お勉強みたいな形をですね、ちょっとやりたいなと思っていて、結論から言うと、その不動産の話をちょっと今日は話をしたいなと思っていて、で、まず大前提の話をしたいとは思うんですよ。なぜそういうふうな話をしたいかっていうの。まずは、結構グループ、今回、まっちゃんのと一緒にやってる中で、グループツアーとか投稿とかのグループチャットってのが作ってあるじゃないですか。で、そこでやっぱり皆さんもそういうか、一部の方からその通貨についてだったりとか、金融についてっていうのが興味があるっていうところの投稿があったのと、まあ、あとはやっぱり、すごく、まっちゃんの動画の中で、まあ、評判が良かったのが、通貨はいわゆる、まあ、使えと、で、資産を貯めろというところの、話がですね、一番 TikTok だろうが、他のマスだな、マスの人間に対して、すごく反応が良かったんですね。で、この反応を生かして、やっぱりその資産家になるためには、まあ、不動産になることが、まあ、要は、物価のものを購入することが一番ベストだという結論に至ってると思うんですね。で、まっちゃんもそれで、まあ、成功してるとは思うんですけど、まあ、そこでどう不動産を始めていけばいいのか、本当に入門編ですよね。通貨でいうその最初の通貨とは何だとか、その金融とは何かっていう基本編をやったのと同じように、まあ、不動産を始めたい人には、なんか基本中の基本からでもいいんですけど、どういった考えでやればいいのかと。まあ、例えば、まあ、一つ事例として僕がまっちゃんとの話で印象に残ってることは、やっぱり不動産業者とのつながりっていうのは最も大事にするべき。まあ、そこから情報があるから、情報戦になるから、やっぱりそこも情報をしっかりつかむっていうのは、まあ、僕の中でも認識はあるんですけど、それ以外で何かしらまっちゃんが今やってきた流れあれば、まあ、教えてもらいたいなと思うんですけど、って感じです。いやー、漠然ときたな、またちょっと怖さ。すいません、なんか。一番でもその質問が、はい。まあ、だから、答えが引き出せるんで。まあ、資産運用的な話ですよね。そうです、そうです。なので、今日はせっかくなんでね、僕も逆に興味もありますし、視聴者も興味がある内容だと思ってるので、こういうのって。まあ、でもなかなか、うん、ご質問っていうか、なあ、ああいうのを見てると、やっぱりちょっと生々しい系の質問が。そうなんですよ。でも、実際生々しい系の質問を皆さんやっぱり求めてるという答えというか、生々しいこと聞くのよみたいなやつ多いよな。多いです、多いです。本当に僕もびっくりしましたけど、それが現実なんだよなってところも正直がありまして、ただね、まああれをいい意味でも悪い意味でも執着しちゃいけないのかなとは思うんですけど、ただそれでもやっぱ気になる方多いので、まあ通貨って、まあ、いつもこの動画では毎回毎回話の通りで、はい、道具でこと、道具ですよ。そうですよね、それを言ってますよね。ただ単にその数字が入ってる道具でありますよと。いや、そうですね。まあ、ありがたいことに今のところはその道具を使ってその資産運用できますよと、はい、まあやることがね、うん、っていう話、うん、で、この道具っていうのはあくまで、はい、通貨ってあくまで道具なんで、置いとっても何の価値も生み出しませんっていうのが、はい、そうですね、それ前の動画でも言ってましたね。はい、こいつを動かしてあげて、その、はい、やりたかったこととか、資産構築みたいなことをしていくっていう話ですよ。うん、単純な話ですよ、ね。そうだよね、それは前回の話でありましたね。うん、はい、うん、ですよね。で、うん、まず不動産
でね、あのね、要はいろんなと、資産構築っていろんなものがあるんですよね。まず株式かな、はい、で、はい、これ安定した上、ストックマーケットな、上場株式なんかでも、はいはい、そこそこ安定してるその株にとって、うん、配当、要は株価が値上がりしたからその利益は、うん、空売りして株価が下がったから利益を上げるとか、そういう話の投資じゃなくて、うん、やっぱり株式の投資、株式のストックマーケットの基本的な投資方法っていうのは配当なんですよ。うん、配当、はい、株に投資して毎年毎年配当を得ていくと、はい、でこの配当が何パーセントやったらいいよねであったりとか、あとまあ税金ね、はい、その株式 の, その配当ってあれ税が 20% なんですよ、一律、はい、うん、だから税制では優遇されてるっていうのがあるんで、はい、やっぱり株式はその配当を受け取りながら投資してる人もおったりするわな、はい、まあこれはインカムね、うん、あの毎年毎年のキャッシュフローを、はい、投資の方法ですよと、うんうん、でまあそこにあと金とか銀とか、うん、なんかアンティークコインとか最近やったワイン、はい、ワインに投資するとかなんかいろんなのあるんだけど、はい、ああいうものっていうのはその収益を上げてくれないわけよな、毎月毎年のそうね、そ、うん、そうそう、キャッシュフローを生んでくれないですよ、はい、うん、あれっていうのは価値の保全で、あくまで価値を保全する、はい、通貨を持ってるよりはこっちの実物の方がいいよね、安全ですよね。まあそうだね、安全的ですね。そうです、ね、うん、だまあそれを売却した時は変えることができるんで、まあそれがプラスになるかマイナスになるか別として、まあ相対的にそんなに目減りしないでしょう、はい、みたいなもんですよ。そうですね、そういうもんですね。あれは価値の保全ですわな、はいはい、不動産っていうのはこれ両方のお金そらえてるわけよ。価値の保全と、はい、プラス毎月のキャッシュフロー、家賃でキャッシュフローを両方、はい、お金そらえてるわけよ、はい、ただ、まあ、税制面ではそんなに優遇されてなくて、不動産買えば不動産取得税で、登記するときには印紙代行ったり、うん、あれも税金やからな、ほんで、はい、毎年の固定資産税、うん、でこの家賃で収益上がると今度事業税、あるいは所得税、うん、で法人税から取られるわけよな、うん、まあこれ税金に関してはね、節税していけばいいわけないけども、うん、あの税制面ではそんなに優遇されてないんですよ。そ、うん、結構きつい、ね。おお、そうなんですね、なるほど。うん。うん、あの、重税やから不動産持てなくて。まあだから、ね、よく聞くじゃないですか、僕もその不動産オーナーとかの人をやっぱり知り合いとかに言うんですけど、何代とか3代目、4代目になると、もうちょっと苦しくて壊滅的だって言ってますね、みんなね。物は持ってるんですよ。物は持ってんだけど、まあ税金がよう取られるっていうのはよく話聞きますね、僕の。でもね。うん。はい。で、ね、これまあ、いきなりね、いきなり今自分の本業っていうか、仕事的なもんっていうかね、体を動かして、はい、体を動かして頭を使って収益を上げるっていう、はい、仕事をされてないの、されてないというか、サラリーマンっていう感じかな。はいはいはい、会社員なのにいきなり不動産投資というか、それで資産作りますっていうのも、それをやってる人もおるんですよ、ワンルーム不動産、ワンルームマンションとか、いろんなことやってる人もおんねんけど、やっぱね、メリット的にはそうないんよな。でね、この不動産投資の資産形成の一番のメリットっていうのはな、今何か自分が会社やってる人とか、商売やってる人な、法人でも、まあまあ、特に法人で会社やってる人なんかは、そちらでその利益っていうか益ですよね、はい、利益がで、はい、それをどう節税するかっていうのにも結構使えたりするわけよ。なるほど、なるほど、うん、でその場合はその今ご自身でやってる例えば会社をお持ちになってて、その法人じゃなしにもう一個ね、資産管理法人みたいなやつを作るわけよな。うん、でそちらで不動産の管理事業部みたいなものを作って、うん、でそこでその経費も経、利益と、家賃も入ってくるか、収益も出るけども、経費も計上していきながらみたいな。で、まあ、不動産をその運用していくと思うと、やっぱりどうしてもね、修繕とかな、いろんなも出てくるんですよ。あ、ここ壊れたとか、雨漏れしたとか、外壁はどうやとか。で、こういうのも経費を、その、本体っていうか、本業の商売で、利益がしっかり出てるような会社をお持ちなんであれば、はい、やってるんであれば、はい、その経費をうまくこう付け替えるっていうかな、合法的に。やっちゃうこともできるわ。どちらかというと税金対策みたいなことになる。ああ、税金対策で不動産を購入するってことね。なるほどね、うん、でさっき愛ちゃんが言ってたね、その自分たち の, その子孫とか子供に代々その不動産を受け継いでいくっていうのって、
結構本当ね、あいちゃん言ってるようにね、相続っていうのがね、結構大変なんですよ。そうですよね、金額バカ高いってますよね。まあ、相続っていうのは、相続に関しては、その路線型とかで評価されるんで、現金なんか、はい、有価証券よりはその、優遇されてる面もあるんやけど、それでもやっぱ半分近く持っていかれるんで、例えば1億で評価出たら5000万持っていかれるかな、相続で。だから、はいそこを考えて不動産なんかもやっぱりやっていかなあかん、たくさん買っていく、たくさんこそこそ買っていく人はな、うん、で、ここだけさっき言ったことが、いやそれをね、相続に相続税相続対策みたいなものをちょっと困らんようにしたいなって不動産投資始める前に思うんであればな、はい、あまあ一つ二つ買っていきながらな、同時にな、やっぱり今言ったね、資産管理法人、うん、あこれるんですよ。で、この法人っていうのは相続税かからんから、株式を、そういうことね、うん、会社として運用してるからね、確かに。そう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 、丸ごと 株価ですから、そもそもで。はいはいはい、はい、うまいね、個人じゃなくて会社を会社としていう紐付けだからね、確かに、ね。そう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 、はいはい、でそこで運用していくと相続税っていうのは、うん、そんな心配もなくなるっていう。うんうん、その要は法人ごとその売却するとかな、法人ごとに。はい、形にすればいいだけ。うまいですね、やり方。で、あとまあ、税制面、あの法人所得税、法人税の税制面でも、やっぱりそこそこのボリューム不動産を所有する人にとっては、やっぱりあの法人っていうのは活用できると思うんで、できれば法人くださいよと、うん。まあ、ただね、そのワンルームマンション2個3個やります、買いますみたいなレベルだったらそこまでする必要はないけど、法人って手にかかるんでね。うんうん、要は法人って何も利益上がらんかっても、何やったっけ、法人住民税とかいうのを払わなかったな、10万円忘れたけど、ね、そうなんですよ、法人めんどくさいですよ、メリットもあるよ、デメリットも多いからな、本当に。いや、デメリットはそんなないけど、あとまあ、税理士さんの、その、確定、うん、何やったっけ、申告運動関連に関しても、やっぱりちょっと高いんで、個人よりはな、どうしても。まあまあ、そうね、そうね。だから、ワンルームマンション2、3個持ってるうちはもうそんなこと必要な個人でやってればいいけど、一等分のやっぱり3個、4個、5個、そやな、5、6個からもうちょっと、うん、持つ。要は家賃でいくと、毎月の家賃がだいたいやっぱ200万から300万超えてくると、やっぱ法人にしとかんと、やっぱなかなか、あと怖いよ。まあまあ、その辺はもうお兄さんのね、どれぐらいをやっていこうかと。まあ、要はね、本題言いますけども、大ちゃん、不動産は。そのまず、本当に最初でいいです。あの金融でいうと、金融の基本人みたいなことと同じように、もう不動産って言っても皆さん分からないと思うんですけど、全然分からない人が多いから、あの本当に基本中の基本からでいいです。だから、まっちゃんがまず何からプロセス的にやっていったのかっていうのが、教えてもらいたいですね。僕の場合は今言ったような形ですわ。だからちょっと違うと思う、皆さん。いや、要は会社のためって言った、節税のためにやったって感じですか。と、プラス、あとね、個人でね、一番最初に、まあまあ、ちっちゃいその自分で住んでた、過去に自分で住んでた分譲マンションを、はい、3DK とかの分譲マンション、3LDK の分譲マンションとかを、今、引っ越ししたから違う人に貸しますみたいなやつは、3つやつは持っとったわけよ。本格的っていう感じになったのは3年ぐらい、4年かな。4年前に。銀行がね、メインバンク、うちのメインバンクの地銀がね、その、買ってくれって、要は不動産屋と組んでな。うんうん、まあ一部上場のそのサブリで、はいはい、その、自分のとこで建てて、その銀行について融資までパッケージにして、はい売るみたいなことをやってる会社ですよ。まあまあ、絵本作ってるんですよね、物はね、うんうん。で、その4年前ぐらいにそれ頼むから買ってくれ、頼むからっていうわけじゃないけども、融資の金利が 0.8 とかな、はいはい、で35年ぐらい引っ張れたかな。まあ、うん、そんな条件のいい形で、何本ぐらいだったかな、大阪市内の、そこそこ場所で2億ぐらいのやつだったかな。うん、これを1つ買ったのが一番最初ですわ。はいはいはい。でこれがね、利回りで言うと6、築1年、築1年ぐらいに使ってるんで、もうほぼ新築ですよ。はいはいはい、利回りで言うと 6.2、3% だったかな、はいはいうん。表面利回りでな。だから、うん、ということは、実質利回りでいくと、やっぱ4.5 とか 4%、4.3 とかな。うん、そうわけ、2億の投資に対してな。うん、まあ、言うと、1億7000万か、1億、
1億7000万ある融資入ってたと思うんですよ、200件ね、うんうん、で、このなんか面白ないんですよ面白ない、なるほど、面白くないというか、これをその要は何て言うのかな、利が薄いんですよ。あ、まあ、利益がね、ただ、うん、ただ地区は浅いし場所もいいんで、その入居者さんがひっきりなしは入るんですよ。出ても入り、出たら次入り、出たら入り、待ってやってるんだけど、いや、もうちょっとこれ、この物件をカバーするのに、利回りのいいというか、優秀な物件を買い集めたいなと思ったんですよ。で、まあ、ある程度、その家賃設定というかな、ここまでっていう目標は作ってたんやけども、で、まあ、そうこうして、1つ、2つ、3つ、4つって、こう、買っていくうちに、なんか知らんけど、手ついたら、ね、10棟超えてましたみたいなことになってきたら。今って何棟あるんですか、結局今の現状は。今は23、4棟あるんでしょうか、ね、23、4持ってるんですか。それはすごいな。あ、でもよう分からなくなってきてるけどな。いや、よう分かんないけど、自分で管理してくださいよ、とかちゃんと。そうか、23、4棟持ってるんですね。なるほどね。3、4棟っていうのは、今月、来月また買うやつがあったり、今月売るやつがあってみたいな感じなんですよ。ああ、売って買っての繰り返しだもんね、まっちゃんの。いや、売って買ってしないしないけど、はいはい、しない、たまたまそういう時があるわけよ。これ頼むから買え、買ってくださいって聞いた時は、これ売ってこい。いやね、それはよく言ってましたよね。はい、まあ、だから僕はそういう経緯なんで、まあ、で、すぐ、はい、にこう、不動産、その1棟、2棟、3棟、4棟って買っていくうちに、うん、なんか知らんけど、不動産屋が、周り不動産屋だらけになってしまって。それだって買ってくれる人ってなれば、周り不動産だらけになるでしょう、普通に考えて。ね、なんか、ね、ひどい時なんて、2日後に決済してくれとか言ってな、メール送ってくるから、ひどい話やろ。まあ、できる人だから怒ってくるんでしょうね、多分ね。うん、2日後に決済せって、そんな話ある？それでも、あ、ないとは思いますけど、それでもやっちゃうんですよね、すごいですね、なんかね。まあ、まあ、それは今、それちょっと僕の場合ちょっと特殊なんで、で、うん、まあ、ね、あの、ある意味、条件のいい物件というかな、そういうのが、うん、なんかちょっと話聞きたいわみたいな人があったら、また LINE の、ね。LINE のね、グループ LINE の方にね。はいはい。まあ、僕持ってる物件紹介してくれてもいいし、これええよ、みたいなやつ。あ、ぜひぜひ、不動産同士つながっていただいたりとかね。はい。でね、はい、一般的なところでいくと、はい、あのね、まあ、そうですね、はい、自分の、その、毎月のキャッシュフローですよ。まず決めるのは。だから、うん、例えば今何らかの収入があるとか、そのなんか会社こんなんやってますとか、うん、で、まあ、動画でたまに、いつも言ってるように、ね、年金なんちゃら問題みたいなやつがあるやろ。だから、これぐらい確保したいよねっていうのをまず決めるってことやと思うんですよね。例えば、不動産のキャッシュフローで毎月だいたい30万円か40万円必要ですよねってあればいい。うんうん、とで、うん、そこからまず始めたら話は早いですよ。だから、年間500万ぐらいちょっと不動産でキャッシュフローを作りたいですねってなったら1ヶ月40万ちょいやかな。うん、でまあ、表面ではそれやけど、まあ、実際問題なんや経費が必要になってくるんで、やっぱり1ヶ月60万円ぐらいの家賃収入を上げましょうかと。どの程度の物件を何個どういうふうにしようかみたいな話になってくるんですよね。で、まあ、戸建ての古いやつ買ったりするとか、で、あと、まあ、さっき言った区分マンションでもいいしね。うん、まあ、あのね、ただね、区分マンションはな、ワンルームはあんま僕は好きじゃない。好きな人多いんですよ、東京都心なんかはな。なるほどね。うん、やってるでしょ、新築は。うん、あんま俺、あれね、あのね、東京はそうでもないやるけどね、大阪とか地方行くと担保価値がないんですよ、ワンルームマンションって。あ、そうなんですか。なるほどね。30平米以下っていうのはもう担保価値がないんですよ、銀行から見ると。なるほど。はいはいはい。だから、最低でもやっぱり60平米か、まあ、60まではいらんけど、55平米から上、まあ、60から70平米ぐらいのものを仕入れといた方が、やっぱファミリー物件の方が地方っていうかな、うん、まあ地方、大阪、名古屋もそうやけど、神奈川もそうやと思う、東京だけやと思うね、あのワンルームがあんなアホみたいにくれるの、うん。だから、まあ、分譲マンションやったらそんな感じでいいし。はい、まあ、戸建て投資も結構面白いんやけどな、一軒家。入れるのは結構、手がかかるんだよな、あっちゃこっちゃ、はい、まむ、うんうん、あ、誰かやと。
まあ、そこら辺も計算してひっくるめて、どれぐらいの家賃でどれぐらいの投資をしましょうかっていうような感じだと思うわ。で、逆に言うとね、その今言ったように、年間500万でしょうか。で、まあ、引っかかるんで、1ヶ月60万ぐらいの家賃上げましょうということは、大体700万ちょいやろな。年間700万と、その家賃収入上がってきて、経費が200万ぐらいになるという感じだよね。はい。とね、大体投資額とすると、やっぱり12、3% ぐらい目標まで持っていったらええと思うんですよ。うん、ということは、投資額でいく、いくと、5000万弱ぐらいか。うん、5000万ぐらい。うん、うん、うん。ここら辺やったら難なくいけると思うんですよ。だから、そこはどれぐらい現金持ってるかよくわからんねんけども、はい、物件によって融資つくつけへんっていうのは、いろんなことが出てくるんで、あるんで。うんうん、まず小さいところから始めて、その物件に融資がつけないのは利回りの高いやつだと古いものになってくるんでね、よく聞かないですね、まず、まず信用力つけるんであれば、安い戸建ての500万ぐらいのやつとかな、うん、安いやつこう、分譲マンションでも買ってな、やっぱりお客さん収益上げて回してみると、はい、で、次作ってね、あのあこちっちゃい融資やったらあれ、何だっけ、政策金融公庫か、はい、あれなんかを事業融資として出してくれるんでね、そこそこは。はいはいはい、まずは、政策金融公庫を使うってことですよ。うん、あ、ここからやっぱ3000万か4000万引っ張ってな、やってみるってことで。はいはい。まずは、とにもかくにも、やっぱり、その、キャッシュフローの金額がある程度これぐらい必要よねっていうところを決めてしまう。自分がね。年間その500万ですって言ったけど、逆にそこまでなくていいよね。1ヶ月20万円あれば全然助かりますっていう人って結構おったりすると思うな、見てる人これ。うん、そうですね。うん。だから、家賃の7万ぐらい上がるやつを、7万ぐらいの家賃上がってくるやつを3つ持ってればいいわけの話ですね。それでちょっとやってみると、1年にね、やってみるとね、だいたい様子がわかるんですよ。あ、こんな感じなんだっていうの。ああ、動きがってことですね。うん。あ、こういう感覚、こういうサイクルが出ていったら入れ替わったりするんやと。ほんで、これぐらい修繕に金かかるとかな。まあ、いろんなこと感覚的に分かる。頭で考えても分からんので、いろんなこと突発的に起こるから、管理会社 の, あの、ね、その管理会社のマージンも必要になってくるしな。はいはいはい、そういう感覚的に理解してもらおうと思ったら、やっぱりやってみるってことなんで、全くやったことありませんみたいな人っていうのは、僕、月20万ぐらいの目安で考えていったのかなと思うよ、遊びだけだ。まずはね、なるほどね。だから、さっき言ったように、家賃6万、7万取れるやつを3つ持つ目標でいくとかな。じゃあ、どういうぐらいに資金を投下しようかってなってくると、ある意味、融資なんか受けんかっても、いける人いっぱいおると思う、それぐらいやったら。確かに。うん、うん、確かに会社だ、特に会社ってやつには、会社の売り上げでね、それでいけちゃう人もいけちゃいますからね、普通に考えてね。まあ、これはちょっと言いたくないっていうか、まあ、その自分がやってる事業っていうか、本業っていうか。はいはい。そこが収益上がってて優秀、いわゆる、はい、決算書等々でもそこそこの優秀さであれば、はい、その会社から融資されるなら、確かに、ね、それをある意味運用方法ってあるんですよ。なるほどね。はいはい、逆だったらね、こういう言い方したら、あんまりここまで言いたないけど、銀行からしたら金利つけて返してさえくれりゃそれでいいんですよ。はっきり言って。なるほどね。はい、はい。まあ、あんま言いたこれ、ちょっと、なんか普通のこんなとこでいいことないけど、こう、有料企業になってくる。あんま言いたくないけど。まあ、そうですね。って言ったら問題出てくるやろし、ただ、はい、そういう方法っていっぱいあるんですよ。はい、はい、はい。本業がしっかりしてるんであれば。はい、はい、はい。うん。だから、うん。まあ、これ、事業やられてる人、会社経営者なんかも結構見られてるっていうのを愛ちゃん言ってるんで、やっぱり、ね、そう見られてますね。うん、その、今の、要は収益構造をもう一個作るっていう感じですよ、会社やってる人。なんか、それで伝わってきましたよ。要は、やり方次第だってことですよ、簡単に言っちゃえばね。でね、もう簡単に言うと、事業をやってる会社経営者に向けるわな、今まではちょっとサラリーマンの人にも向けてるんだけど、ただの話は、会社経営者に向けてね、特に法人で事業されてる社長さんに向けて話するんですからね。はい、例えば、その会社の業績が好調で、はい、まあ、節税対策としていろいろやってると思うんですよね。例えば、はいはい、投資するとか、はいはい、で、従業員にボーナスで出してしまうとか、はいはいはい、あと、その、まあまあ、絶対5歳なんか知れてるから、まあ、あとは、まあ、その車をな、4年落ち以上の車を消極、ね、一発で消極取ってまうとかな、
あとまあ節税保険だわな、半損全損含めてそういう保険とかな、そういうものを使って節税皆さんされてると思うんですよな、はい、うん、でもこれ最終的にはこの節税保険みたいなやつも最終的には受けなあかんからな、現金でどうやったって、はい、その法人が、うんうん、はい、受けたら受けたら受けたでそれにまた税かかってくるわけ、利益が、はい、利益が、はい、でどっかでやっぱりその実物っていうか運用できる、はい、変えてしまわなあかんわけです、どうやったって、はいはい、でもそのそれがなかなか本体のその本業やってる会社だけやったらそのなんていうかな、やりにくいっていうか、うん、かかってやりにくいっていうか内容がちょっと合致しない部分があったら定款変えたりせなあかんからな、いろいろ法人のな、はいはいはい、それよりは別に資産管理法人作ってそっちとそっちとそのなんていうかな、うまいことこうバトンタバトン、ああ要は取引してるって感じにすればいいんですよね、確かにね、うまいことやっていく、あの合法的によ、うん、でさっきも言ったけどその本体っていうか今やってる会社の事業内容が良ければそのまあ現金はそういうような形でね、いや動かしていけばええやろうけども、実際その会社ってそんなに現金内部留保ってないんですよ、中小って、あいつは思う、やっぱあったらあったで税金で持っていかれるしな、まあ確かにね、あで節税やってたら節税するほど現金出ていくんですよ、キャッシュアウトするんですよ、節税って金つっぱら、はいはいあはい、だそんなそもそも余剰金というかそんなにないわけよ、内部留保、はいはい、でやっぱりねその法人っていうのは自分が育て上げた優秀な、自分が育て上げた、自分が育て上げた大事な会社をそのやっぱ活用せんとあかんので、やっぱそこもね、はい、融資っていうのを引けるというかな、業績よけても融資引けますからね、うん、いろんな意味でね、でまあ、そこへ入れて資産管理法人で運用していく、あのね、まあ、これええか言うか今日は、ええか、おいいんですか、有料級の話が出ていいですか、ヒントヒントヒントだけ、ヒントだけ、ヒントだけお願いします、ヒントだけでいいですか、いろんな都合上、あのね、いいですよ、暗黙の了解ってあるんですよ銀行って、うん、例えばね、はい、いいですよ、で本当にいいですよ、言える範囲で、今言ったように資産管理法人って一つ作るでしょ、はい、でその資産管理法人ってその要は最初は全然利益も出えへんし赤字状態やわな、はいはい、まあもちろんそうですよね、うん、そういうことやね、でもその会社がどこの誰のものっていうのはあの個人保証と一緒でね、銀行会社一体なんですよ、ある意味、ある意味要は要はだから代表が同じであればね、ちょっとここまで言っていいかどうかわからないけど、銀行ってどちらかというとグループ会社っていうか、なんていうかな、そういうことで何々系みたいなやつ、愛好系とか、 なるほどね、はいはい、家系として似てるんですよ、はい、結構要はどことどこがつながっているかっていうのを見てるんですね、なるほどね、はいはい、いや見てるっていうよりそれを知りたがってるし、そこをこっちから教えてあげるわ、きちっと、いや教えてあげるというか、ただ単にそういうふうにしてますっていうふうにしてあげるとね、まあ安心していろんなことが出てくるわけ要は、いやいやいや、いや結論解除と返してもらえれば何だっていうのね、要はね。うん、彼らからしたら金利つけて返してくれりゃいいのよ、別に。それ別にそうだよね。そうだよね。でそこに不動産の場合は担保取れるからな。はいはいはい。おまけに。手と手と取れてできるんで、はい、これ願ったりかなっていうんですよ、あいつらからしたら。なるほどね。で、まあ、で、そうやって、その家賃収入を上げていって、利益を出して、3年、2、3年やっていくと、他の信用金庫とか何ちゃらが電話かかってきて、うちのも借りてもらえませんかみたいなことがだん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 増えてくるって感じですよ。だそれはまた実績としてあるからね。うん、お願いですから借りてくださいとかな。まあ、実績があるから、それでどん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 こう借りてくるか、借りてきて、借りてきて、社長不動やると、拡大するってことですね。で、うん、そこでね、あれですよ。それあくまで成功例じゃないですか。あくまでね。要はうまくいったときに積み合わせてやる。でも結局失敗する人も多いわけじゃないですか。失敗するってのはやっぱり何なんですか。今ってすごく今の話を聞いてると成功例の話が多いと思うんですけど、逆に失敗の例とかってどういうことが考えられます？失敗しようがないんやけどな。失敗しようがない。なるほど。まあまあ、簡単に一個で言うと、その、はい。土地も建物も高い値段で買えたってことですわな。はい、そうですよね。立地とその建物、はい、建て、まあまあ立地にもそうやけど、建物もそうやけど、ちょっと高い値段で買えたとか、はい、あと、その例えば家賃収入と返済との収支が合わない
これはまあ高い買い物しすぎたってことですよ、単純に。返済バランスが合わないな。そりゃそうやろな。それが、それと、あとは経営に対してズボラ。で、このズボラっていうのは何なんかって言ったら、その、数字に対して見方が甘い。例えば、あとは満室稼働するような、させるような意欲があんまり、経営ですから、あれって、大家さん、大家業ってな。まあ、物件もきっちり整えていかなあかんし、修繕もしっかりやっていかなあかんし、経営なんでお客さん入ってもらわなあかんから、そういうところがズボラな、人っていうのはうまくいきにくいというか、あとはまあ、ペチ、その管理会社に十分、その、なんていうかな、手数料上げへんとか、その、あと、入居者さん埋めてくれる不動産屋さんって、ね、不動産会社さんに AD って言うんやけども、その広告費もあんま出せへんとかな。うちはもう外資入れたくない、日本人しか入居者入ってもらいたくないとかな。だから、あとは、毎月入ってくる家賃を、その収入やと思って、収入というか、自分の収入やと思って使う、飲み食う、使うとか、うんだから普通の話ですよ、そういうズボラの人は。ああ、要は、ちゃんと要は、きちんと会社経営と、会社経営以上にちゃんと数字にきちんとこだわってやれって話ですよね、要は、なんだろう。会社経営と一緒で会社やっててもね。はい。儲けたからって言ってキャバクラ毎日行って遊んでる社長っていずれあかんやつなのってあるやろ。あかん、絶対ありえない、逆に言えば経営者ほど逆にお金使わなくなりましたよ、あれと一緒ですよ。で、例えばね、そのこの会社経営者の人はその事業の本体をね持ってて頑張ってやられてて、今僕が言ったようなことを横で不動産管理会社作って資産管理会社作って不動産賃貸業やな、やるとすると、その要は入ってきた家賃、まあ、返済も残ったキャッシュフローですよね。はい、これ、永遠に積み上がっていくんですよ。使わない。ただ、どっかのタイプで法人税なんかかかってきたりするから、その給与、ね、自分がその役員やから、給与取ったりしていかなあかんやろし、もう永遠にそこに積み上がってくるわけですよ。で、その、積み上がってきたキャッシュっていうのは、またその、自分が持ってる不動産なんかに、の修繕に当てるとかな、外壁の、はい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 、もっとより良い住環境を作るために修繕で500万、600万入れるとか、はいはいはい、で、物件をまた焼却の早い古い物件をまた買いに行くとか、はい、だからどんどん有機なくも資金増えていくんですよ、うん、だからダメって言ったんだけど、この入ってきた家賃を使う人ですよ、やっぱ。使ってしまうって勘違いしちゃうっていうことですよね。自分の収入だと、その入ってくるものに関してもきちんとその何に使うかってちゃんと全部把握しきないといけないってことですかね、要はね。これを飲み食いしてね、自分のなんか時計買ってなっちゃう、そらそんなうまいこといかへんなるわ、そら。で、目的がそもそも本業っていう会社、自分の会社をお持ちになってて、資産管理法人作って不動産賃貸業を やるっていうのは、例えばね、本業がそのうまくいかへんとか、一時的にあるわけやん、なんか世の中の景気とか。まあそうね。で、そういう時にでも、毎月、例えばその資産管理法人で、ね、家賃が500万とか600万入ってくる形作ってしまってると、会社が止まることできるんですよ。例えば、2、3ヶ月会社が止まって、止まうっていうのはちょっと休憩して考えるみたいなことがあったとしても、従業員に給料払ったりすることができるんですよ、その不動産の資金。はいはい。そういう意味では、やっぱ安定しますよ。どうやって、会社経営が安定しますもんね、確かにね、で、さらにそれが一つの過程として銀行なんか見てるから、はい、やっぱりいいように見えるわな。まあ、だって返済確実にできますからね、あなたがこうやってお金の回ってますからね、常にね、不動産こんだけ持ってて家賃収入上がってて、本業こんだけやって利益出てると、それは銀行からしたら目キラキラみたいなな。ただ安全ですから、一般の人に限って全然ね、だって担保があるわけだから、うまくいかないのの今の結論いくと、やっぱ高く買いすぎたとか、であとはもうその融資と、持ってる自分の持ってる現通貨とその融資とのバランスが悪すぎるとか、無理に借りすぎてるとか、なるほどね、あるいはさっき言ったズボラっていうのは、その何て言うかな、そのなんかこう、ええ加減っていうか、浪費型ですよ、浪費型。
うん、身の振りを知らずにやってる人が良くないってことですよね。要は自分の身とか自分、前言ってたじゃないですか、動画でも。だから自分の身の振りを考えないで投資しちゃったらそれは無理だよねっていうのは。だから不動産屋っていうのはどちらかというとこうロレ金色のロレックスつけてってる不動産仲介屋やな、あれ仲介業者ですよ。はい、だから多いけど、この動画で俺前も言ったけど、あの大家業っていうか大家さんっていうか資産家って結構俺みたいなこう汚い顔してない。地味な人多いですね。要はその人だから根元にいる人たちはみんな地味なんだけど、その手前にいる人たちはなんかすごいなんか、うん、雇われみたいな感じでギラギラしてる感じでありますけど、それですよね。まあ未だにな、仲介業チャラい不動産屋まだおるけど、ああいうのは残らんと思うぜ。もうちょっとやっぱりな、そのなんていうかな、腰据えた付き合いしていかんとな、やっぱりな。時代は変わってきてますからね、そこはね。だからまあ本当端的にな、それ不動産だけど資産管理とかそういう話だけじゃないですよ。やっぱり浪費家とか、うん、あの自分で学ばないとか、うん、収支の合わせ方、数字の見方がいい加減とか、うん、あとはもう何て言うかな、経営に対してその放慢というか、うん、それはダメにね、これどんな会社どんな事業もしててそれは。だからそのためには学ばなあかんけど、もうある程度学んだら一個二個いっぺん買ってみたらってこと。ただね、パクとかあんなもんみたいに大損はせんから不動産、これだけは言っとくわ、うん、そんな大損、うん、そこそこの値段で必ず売れるから、うんうん、で、家賃を上げ、家賃をいただいて持ってる物件が長く持ってれば長く持ってるほど、そのなんていうかな、損する確率は低いですよ。利益出る確率高いですよ、うん、だって入ってきた家賃でもあれですか、例えばねめちゃくちゃ分かりやすいよか、うん、例えばめちゃくちゃ分かりやすいと1000万の物件買いましたと、はい、ね、1000万ね、で、うん、この1000万もう簡単な話、いろいろあるんで、もっとな、もっと、うん、例えば簡単に言うと1000万の物件1000万投資しましたと、はい、1000万投資しました、はい、はい、でこれで毎月家賃が8万円入ってきますと、はい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 、もうちょっと行こうか、古い物件で行こうか、利回りそこそこでやつ行こう、10万、家賃10万取れる物件しようか、はい、うん、まあ、あんまそこまでないけどな、まあ、例えば10万取れる物件あったと、だからこれ年間120万家賃入ってくるわけよ、はい、ええかな、はい、でこれに経費が大体まあ3、40万、まあ3、40万で考えると、ね、年間、90万ぐらいか、年間90万ぐらいの、はい、そのもうちょっと本当かかるけどね、長い目で見ると、はいはいはい、90万のキャッシュフローが出ましたと、うん、だこの90万円を5年持ちましたと、はい、ええかな、5年入居者さんが入ってます、うん、愛ちゃん一家がそこに住んでくれてます、うん、からほんだら毎月残った90万円を5年かける5でいくと450万ですと、うん、これで450万も回収できたって話になる、わかるかな、うん、そうですね、ほんだらそこで売ろうと思ったら、はい、ね、プラマイゼロでも550万で売れりゃええわけですよ。そうですね、だから1000万近いですね、あええすかな、だかそれが550万ってあんまりないのよ、やっぱりね、800万ぐらいで売れるんですよ、やっぱり、あ、のっと同じぐらいの値段に、うん、だから利回りがそれぐらいの 10% ぐらい利回りになってきたら、やっぱ800万ぐらいの最低 12% ぐらいでも売れるんで、はい、入居者さん、だからもう一個言うとな、今のその90万円 毎年その利益が出てますと、これ逆にね、10年愛ちゃんが住んでくれたと、愛ちゃん一家が、はいはい、まあ、愛ちゃん一家が出ていって鈴木さん一家が次入りましたと、はいはいはい、5年5年住んだらこれ10年になりましたと、単純な話よ、そんだらこれで回収は900万回収したわけですよ、うん、ほんだら残り100万でしょ、うん、もういくらで売れてもいいわけですよ。なるほどね、こういう長い目で見る、なんていうかな、資産形成というか投資計画っていうか、そういう不動産でね、うん、そう明日明後日儲かるっていう仕事じゃないんで、要は長期的に見て物事を見て長く見るっていう感じなんですね。なるほど。だから10年20年って感じですよ。だからね、物の考えとしては物件によっては10年で終わる物件もあるし、20年かかる新築、新しいような物件だ、20年かかる、ね、はい、利回り考えた、はい、そういう意味で考えると20年、10年、20年かけて、やっとその物件は、もう、なんていうかな、チャラ、ペイっていうかな、うん、いくらで売っても利益が出るようになりましたっていうやり方をしていく。いいですね。
長いスパンでやっていくってことですよ。はいはい、なるほど。ああ、おもろいな。見てる人もやるんであれば早い方がいいっていうのは 理解できる。いいですね。なるほどね。60歳ぐらいになってから始めたって結構しんどいんですよ、やっぱ先がもうないから。わかるやろ、言ってる意味。言ってくださいよ。できれば早い意味にそういうことを知って。やっぱりその10年とかそれぐらいやって、いろんなことが見えてくるところもあるから、なるべく早い時間やった方がいいってことはすごい理解できましたね。なるほどね。はい、例えばあとは自分 の, その結婚してるパートナーなんかに自分がそれを置いといてあげるとかな、法人で、うん、まあ法人買っといて、その法人ごと譲ってあげたらいいわけでしょう。例えば家賃が毎月300万ね、しっかり入ってくるような法人を、はい、その自分が亡く死んだ後にその奥さんに譲ってあげたらいいわけでしょう、ね、うんね、そういうやり方ですよ、うん、確かにね、うん、だから長いですね、うん、やっぱ基本的なことだと長い目で見ろってことですね。なるほどね。だから、なんか1000万で10年でペイできるんだったらいいよねと思ったけど、うん、多分おると思う。いいよね。まあ、あとはその状況そのね、ちゃんとズボラというか、まあ、ちゃんときちんとその無駄遣いをするんだってことですよね。本当にね。うんうん。まあ、無駄遣い、浪費やわな。同意をしないでくださいね。だから、今日の動画の最後の不動産からちょっとそれるけど、はい、自分のために浪費してたら、うん、ええ目に遭わんよ。うん、確かに。ええ文句言いすぎて痛風になったり、糖尿になったり、病気になるんですか。自分じゃなくて、相手のためにね、相手のためにお金を使わないとダメってことですね。やっぱりね、酒飲みすぎて体が悪いんですよ。相手に対してお金をいっぱい使った方がいいってことだね。やっぱり自分のためじゃなくて。相手とか周りとかお客さんとかですよ、うん。だから例えば不動産であったら入居者さんのためにその物件を手入れてよくしてあげるとかお金かけるな。うんうん、だそうするとまたね、家賃もそこちょっと上げれるし安定していくじゃないですか。うん、そういう昔の大家さんってそんなおらんかったよな。この4、50、うん、30年前のあのおじいちゃん大家さんみたいな、地主みたいな。はい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 、偉そうなだけみたいな。今もそんな通用せんよ、はっきり言って。はいはい、はい、すぐ出ていっちゃいますからね、うん。大家さんのね、力量がすっごい試されますよ、やっぱ。ああ、うん、そうなんですね、今は。なるほど。うん、入居者さんにアマゾン、何やったっけ、アマゾンのなんか券あるやん、何やったっけ。アマゾンペイでギフト、あ、まあ、そう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 。5万円分プレゼントみたいな。ああ、やってるんですか。入居してもらった人には電動自転車プレゼントしますとか。ああ、言ってましたね。そういうね。ああ、もうね、いろんなプレゼントをしてね。もうそんなら昔の地主たちでけんよ、そんな俺らみたいな。こういう、なんていうかな、発想豊かなやつが来ると。まあ、確かに。そうしたい人、やっぱりね、一回入ってもらって、長く行ってもらった方がね、要は利益的にいいっていうのはすごく分かったので。まあ、あとはあれだね、やっぱりその、ちょっとびっくりしたのは、やっぱり法人を建てるっていうか、そういう管理会社っていうのを建てた方が、いわ本業があって、ある人の方がね、有利にただ、その管理会社作ってうまくやれば、うまく物事ができるっていうのはすごく勉強になりましたね。そう。じゃあそこちょっと補足しとこうか、最後な。はい。はい、お願いします。自分がご商売やられてる、事業やられてる会社、法人持ちやったらね、はい、結局、その、今自分がやってる会社の枠の中っていうか、その業種の中、はい、その商売の中でしか金が回せてない状況になってるんですよ。うん、それはそれで回ってていいんやけども、利益も出てたら、それはそれでいいんやけども、はい、そのなかなか新しい業態というか、違うところに投資して、新しい事業の道を開こうかって言っても、なかなかね、年齢的にももう回ったりね、そこまでやったってもうしんどいし、みたいな、また人使ったり、新しいプロダクトが、なんかチーム組まなあかんししんどいよねと思ってる人多いと思うねんな、これみたいな、うん、でもやっぱりちょっと不安なんで安定させておきたいなっていうのがあるんですよね。で、うん、言ったようにこの不動産で家賃で収益上げる構造っていうのは人いらないんですよ、うん、あ、自分一人でできる、ね、外注頼む、うんうん、で修繕なんかも外注やしな、まあボリュームが増えてくるとか職人抱えたらええぐらいの話なんで、うん、そんなになんていうかな、こう気持ち的になんかこうしんどいわっていう感じにはならないし、で、あとまあ自分が作り上げ、さっきも言ったけど作り上げたその会社本業を活用できるんですよ。その要は要は信用力ですわ。その会社の信用力を活用できるんですよね。なるほど、一石二鳥ってことですよね。本当にね。うん、その、はい、信用力を活用して不動産をこう集めていくっていう形かな。なるほどね。
上げると。で、10年、15年経ったらなんか知らんけどいっぱいになりましたね、みたいな。今のマッチョ。いや、本当に、いや、これは本当に、有用級の内容ですね、また。そう今日の内容、まあ、危なかった。ちょっと言いそうなんで、言わん、我慢したけど。いやいや、言わないけど、でも逆にこれ、この有用の話ってどっかでされてるんですか？いや、してないよ。いや、しないんですか？そういう有用の話、クローズの世界では。やんないでしょ。ニーズがあったら、これからちょっとやっていこうか。ちょっと言うそうですね。いや、なんか結構、抹茶の場合って、やっぱり、フリーカー、フリー、不動産、やっぱり、資産化。そこのね、ポイントはすごくニーズがあって、その、まっちゃんにとってのそのキャッシュポイントにもなってくると思うので、ぜひ、こういうのもね、うん、YouTube とかでも、人もね、集められる材料だと思ってたんですよ。そうそうそう。この手のオープンではちょっと言えない内容があるんですか？だから言えない内容をクローズの世界とかで、要はそういうズームでやって、その、でも知りたい人多いはずなんですよ。だって、税務署そう。だって、お金を持ってる人ほど税金対策が 100% したいので、その、税金対策したいんだったら、やっぱりその不動産関係でやった方がいいので、この前あったの神社もそうですよ。神社のビジネスの人の親さんの人も、やっぱり、どうしても神社だと、やっぱお金がいっぱい集まってきますけど、その分、やっぱりで、いろんなものが、まあ、宗教法人から払わなくていいものもありますけど、いろいろあるので、それをうまく不動産で活用したいっていうのもあるんですよ。そう。まあ、コンサルやってあげるよ、別に。うん。そう。だから、ぜひぜひ、だからね。そこら辺のやつより優秀やから、俺は。だから、ぜひぜひ、まあ、また別ですけど、神社も、ポッて、タイミングがあれば来てくれたら、ね、お話ししてね、こういうズーム対談とか、ね、コンサルタントの人もそうやしな、はい、銀行の、なんていうかな、投資、はい、銀行とかその保険会社のその投資、はい、なんていうかな、富裕層相手に投資顧問みたいなやってる人おったりす、はい、なんていうか、アドバイザーみたいなやつおんねんけど、はい、それは俺の方が優秀やから、はっきり言う。実務経験ないでしょ。ああいう人たちって、自分が実務経験ないで、ただの知識だけで言ってるわけだから、そんなの意味ないんですよ。やっぱり実務経験がある方がいい。バリバリ。だから僕も聞いたんですよ、今日。だから実務経験もあるし、ある程度発言にも責任感がある人だから、それは聞くべきだと思って今日も質問してる部分もあるので、で今日の質問でそれを明確化したんで、ぜひそれをやりましょうよ。はい。うん、ちょっとまあ、そういう人があったら手を挙げて、私ちょっと聞きたいんで、そう、ぜひ、まずはね、まずはグループチャットに入っていただきたいなと思うので、もう本当に今日の話、すごくいい話だったんで、また、また来週はまたメンタルの話になると戻りますけど、でも、こういうのも定期的に、その、間に入れて、ちょっと抹茶のこと刺激を与えていかないといけないので。危ない、口滑らすとこやった、今日。もっと滑らしてもらうようにちょっと頑張ります。いやいや、あ、これ誰が見てるか分からんからな。大丈夫でしょ？なるべくね。まあ、合法的やよ。合法でやってんねんね。合法的やけどね、うん、合法的やねんけど、ちょっと画期的な合法性。だからちょっとやばいなと思ったところで、今日言ってることをカットするので言ってください。なんか、一応、なるべく、はい、これやばいなって。どうしたらで、まあ最後な。で、はい、まあね、通貨っていうか、マネー的なもんをなんとかせなあかんと思ってる人って、もういよいよ、出てきて、ね、最後の局面来てるんで、マネーとか通貨どういうふうに、その、なんていうかな、はい、移転させて、資産をこう守っていくかみたいなことを考えてる人も増えてきてると思うんで、はいはいはい、不動産で運用するのも、本当一ついいと思うんでね、ちょっと遠慮なく相談していただいたら。そうですね、まずね、あのグループラインの下の備考欄のところに書いていただければいいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのお越しを。無理のない範囲でね、だからその時はちょっと背景、ご自身の資産背景なんかもちょっと質問せなあかんので、はい、そうですね、お持ちでどういう状態なのかっていうのが分からんかったら、答えしにくいんでね、うん、そういうことも聞かないといけないんで、それでもいいですよと、もう全部こうさらけ出しますよと、その上でどうしましょうみたいな話をざっくばらんに、してみたいなっていう、ね、もちろんグループラインに入っていただいて、個別で相談したいんだったら、別にまっちゃんとも一緒に個別でつながって相談もできますから、その辺はオープンワードね、オープンチャットのところで言わなくてもいいので、そこだけは皆さん見せてください。なんか今日はなんか宇宙の話全然なくて生々しさ全開みたいな。でもこれ大事です。だから抹茶の場合ね、たまにね、こうね、こういう話とかないと、抹茶何者なんですかって、その上で宇宙の法則がいいんですから。だって、いきなり宇宙の法則ですよって言ったら、誰が信じますかって話なんですか。似てる人のこのおっさん、死生観言い出すし、なんか今度は生々しい。で、だから、要はお金持ちの人ってそんなもんですよ。金持ってる人って、僕の知ってる金持ってる人って、その辺はっきり言ってて、
究極論は宇宙観じゃないですか。もう宇宙観、指定観の話なんです。究極論言えばですよ。でも、それを構築するためには、まずはそのね、その資産運用しないと始まんないじゃない。心に余裕がないですか。このおっさん、どんな頭の構造をしてんのよ、みたいな。ふたあげるの、ただだから話してて楽しいですよ。まあ、またではね、また来週はちょっとまた、月1回ぐらい、これぐらいちょっと、はい、濃い内容だけで、あとは、また宇宙の話に戻りますので。はい。明日、ちょっと、朝から、税理士と生々しい話。あ、またね。また税理士の生々しい話の動画をお待ちしておりますので、皆さん楽しみにしててくださいということで。はい。はい、じゃあ、これまで、はい。じゃあ、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。